それプレイリストとかでもどうやって見つけてるの？ダブル XL とかが毎週新しいリリースこれですみたいな感じで出してくれたのを聞きたいのから聞いていくみたいな。とかインスタとかやったらラップ TV とかですかね。今来てるのは誰なんだろう最近。まあ僕の個人的に好きなのはやっぱブラスト。基本的にトラップでマーダーとかマニーとかそういう時もあるけど、いやもうそれちょっとええわっていう時にブラストちょうどいい。え、海外とかに行ってたからじゃない？行ってましたけど、まあでも半年とかなんで、大学の留学で行かしてもらったんですけど、そういうことか。俺なんやろなって思ってテネシーみたいな。いやでもやっぱ飯がきついっすよね。ちょっと汚い話なんですけど、もううんちカチカチっすよ。誰かサラダを与えてくれ。いやだけど俺ストーリーでちょっと見たんだけど、なんか最近行かれたっすね。それラオスなんですけど、20万行かれたんですけど。はい、ということで今回のゴールデンラッシュポッドキャストのゲストは YouTube で大人気ラップ EJ 君です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや嬉しいっすわ。いや僕も嬉しいっすわ。マジで。いや俺ずっと結構見てたから。あ、ほんまっすか。そう、動画とかめっちゃ出てくるから YouTube に。あ、ほんまっすか。そうそうそう。いやアイザックさんもめちゃくちゃ TikTok とかショート系で、いやすげえなもん。いやありがとうございます。え、ショートとかあんま出してないんだっけ？出してないですね。気が向いたら出してるんですけど、まあでもそれも既存のロングの動画を切り取って出してるだけなんで、それのために作るとかやっぱ厳しいですね。まあそうだよね。え、YouTube はまあ多分これ見てる方とかは知ってるかもしれないけど、まあ知らない方のために言うと解説だよね。そうですね、基本的には。基本的には。まあなんか解説なんですけど、まあなんか一個のラップ、まあいろいろストーリーがある中で、そのうちなんか面白いストーリーを切り取って、でそれをまあなんかドキュメンタリーみたいにしてまとめて、まあ動画作って出すっていうのがまあこれ主なんですけど、まあたまになんかもっとなんかとっつきやすい何々なラッパー何千とかそういうこともあるんですけど、まあ基本的にやっぱ解説が大きいかもしれないですね。なるほどね、はい、そっかそっか。え、それは YouTube 自体は始めたのはどんぐらいなんですか？いつぐらい？3年ぐらい前ですかね。3年ぐらい。はい。もう3年以上経ってるかもしれないですね。大学生の時とかですね。はい。そっか。え、何がきっかけで始めたとかあったりするの？僕はそうですね、まあなんかもともとなんか自分でなんかやりたかったんですけど、まあなんかそれで最初プログラミングとかやってたんですよ。あ、そうなんだ。でインターンシップとかしててプログラミング勉強してたんですけど、でもなんか気づいたらやっぱなんかやらなくなってて、まあ多分それはもう結局向いてなかったってことやったんですけど、でそれなんかやめてしまったしな、なんかやりたいなって思ってて、でまあなんか YouTube もまああるじゃないですか。でこれでなんか俺がやるのは何かなって思った時に、まあなんか友達とかに、まあ好きなことをバスケとかまあラップとかあるんですけど、なんか友達とかと喋ってて、お前なんかラップ詳しいなみたいな、そういう瞬間があったんで、まあ好きやし、じゃあラップでやろうかなみたいな。そうですね。なるほどね。え、なんか最初からなんか映像編集とか一から学んだ感じですもんね。そうですね。YouTube やるっつって。そうですね。プレミアプロ課金して、そうですね。編集やったって感じですね。すげえな。いやー。まあ、いけるっしょでも。いけるっしょみたいな。勉強するわ。編集はプログラミングとかは全然多分簡単やと思うんで、そんなクオリティ高いことやってないんで、その映画とかそういうことではないんで。まあまあまあ、そうね。もう労力かければって感じです。なるほどね。え、ちなみに、俺的にはもうその、なんていうの、もうヒップホップ教えてくれる人みたいな感じなんだよ。これ、あ、そうだったんだみたいな。すげえ俺が学んでるみたいな。で、多分、なんか、今回のこの回はもう俺がもうヒップホップ教えてもらおうみたいな。俺もそのマインドできてて。そう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 。俺はこんな風にヒップホップチャンネルみたいな感じでやってるけど、いや言うても多分俺そんな知らんからみたいな。好きだけどね。好きだけどみたいな。やっぱ EJ 君には絶対勝てないみたいな感じだからちょっといろいろ教えてほしいなと思ってて。で、やっぱその、俺的に今話してても特に日本人のヒップホップ好きな人と話してて思うんだけど、やっぱあんまり US のヒップホップのこの歴史とかはそんなにあんま分かんないっていうか、情報が多分少ないからが多いと思うんだけど、なんかもともとヒップホップってどういうところから来てるのかな？ヒップホップはあれじゃないですか、やっぱなんか、まあいわゆる言われてるのはなんか伝説の DJ クールハークのパーティーみたいな、なんかそのブロンクスですか、ニューヨークの、そこでなんかブロックパーティーが行われて、それがまあ誕生日としてやってるって、だから50歳とかですかね今多分言われてるっすよね多分。はい。諸説ありやとは思うんですけど、僕が聞いたのはそうって感じですね。え、なんかあれゲットダウンネットフリックスにあったやつわかる？あ、あるっすね。うん。あれもなんか、そういう感じなのかな？なんか結構初期の感じですよね。そうだよね。アフロで。そう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 。ちょっと怖いとこみたいな昔のニューヨークの。でもね、僕途中で見るんやめちゃったんですよ。あ、そうなの。俺でも最後で見たと思うんだけど、そうそうそう。結構なんかおもろかったね、あれね。うん。なんかその、もともとはそのなんかこのファンクとかそっち系の曲を DJ が流してて、そこになんかスクラッチとか入れ始めてみたいな。そうですね。なんかそういう感じなのかみたいな。ちょっとわかんないけど。多分そうですよね。なんかそれで踊れるようにして、つなぎ目のとこ合わせて。そうだよね。ですよね。多分そんな感じだね。はい。というのはゲットダウンで見たかな。それが本当かどうかはわからない。それも誰もわかんない。わかんないね。そうかそうか。初期はどういうラッパーがいたんだろう？初期って言ったら、アメリカの初期のラッパーって言ったら誰だ？誰っすかね。アフリカンバンバータとか、僕もちょっとそんな詳しくないですけど、その昔の話は。でもアフリカンバンバータとか、その辺ですよね。多分その辺なんかファンクフレックスなんちゃらみたいな、なんかグランドフレックス、ちょっと忘れましたけど、まあなんか何個かあってっていう感じですよね。なるほどね。で、こうどんどん行ってってみたいな。なんか今のヒップホップになんか、どういうなんか影響を与えたのとかってなんかどういう感じですか？なんかいろんなあるじゃないですか。例えばなんかヒップホップって多分その年代によってどんどん変わっていってると思うんですよ。そうですよね。でなんかどっかのタイミングでこう変わってるみたいな。はいはい、例えばなんかカニエがなんかそのゴスペルとかをそうサンプリングとかゴスペルとかを入れるとか、はいはい、なんかそういう感じでやったらおもろいのかなみたいな思ったんだけど、はいはい、なんかどういうところでどういうなんかそのポイントでヒップホップが変わったとかあったりするんですか？どうなんですかね。まあでも商業的にやっぱ結構金稼げるようになったのはやっぱラン DMC とかなんですかね。なんかあれが最初のブランドディールというか、今やったらもうスニーカーゲームやってたらもうトラビス出したらみんなスニーカーズで並んでみたいな、あれは多分アディダスで最初にやって、それで割とメインストリームとかでも売れてって、まあ今の売れ方とは多分ねまた違うとは思うんですけど、でそうっすね、そういう感じじゃないですか。その辺からまた商業的にどんどんなっていったんじゃないですかね。え、ラン DMC は何をしたの？それはラン DMC は多分ね、あのアディダスとかマイ・アディダスとかみたいな、なんかそういう曲とかあるんですけど、言うたらハロウィンの仮装とかでよくされるそのアディダスのトラックスーツにオールスターかな、あれ靴ひもなしで履くみたいな、で金のプリンプリンみたいな、そういうね、なんつうかステレオタイプじゃないですけど、そういうアイコニックなやつがあるんですけど、そのアディダスと多分ブランドリディールをしたんですよね、多分。ああ、そういうことか。ラッパーとしてね。そうですね。なるほどね。そうかそうか。すげえな。まあそれは今あったらもうそうだよね。やっぱ。もう当たり前です。当たり前だよね。ドレイクとかが、そうですね。なんだっけ、あの駅とコラボして。そうですね。ノクタとか。そうそうとか。まあカニエとかもね、イージーとか。そうですね。感じだけどね。そういうところが来てんだ。え、どういう年代が一番好きなの？そのヒップホップの頃。まあ僕はでも正直そんな歴も別に昔ちっちゃい頃から聞いてたとか、親が車で聞いてたとかそういう感じじゃないんで、だからまあ全部基本的には遡って調べて自分で聞いてっていう感じなんで、もう基本的にやっぱ昔のことよりは最近のことの方がまあ好きっすね。普通に聴く曲はやっぱ。なるほどね。はい、え、どういう人を聞いたりとかするの？そうっすね。僕はなんかね、本当別にニューヨークのこの地域のこういうラップが好きやねんとかそういうタイプではないんで、もうメインストリームバーって聞くんですけど、本当気分によって、例えばなんか天気のいい日ちょっとドライブしようかっていう時はなんかね、西海岸のちょっと歌うスムーズな感じの曲聴いたりとか、逆にちょっとなんか、まあ僕東京とかいないんですけど、東京昨日とかなんですけど、例えば渋谷とか行って、人めっちゃ多いな、これはちょっと一回ギア上げようっていう時にちょっと有形取れる曲とか。なるほどね、なるほどね。そうかそうかそうか、そういうことだ。それはシチュエーションに応じてですね。まあ全部はもちろんカバーできてないですけど、まあ僕の好みもあるんで、でも何個かある中でシチュエーションに応じて聴くっていう感じですね。なるほどね。え、ちなみになんか結構さ、ウエストコーストイーストコースト UK と結構違うと思うんだけど、なんかその辺ってなんかどういうふうに違ったりとかするの？ああ、どうなんですかね。まあウエストコーストっていうとやっぱデスローとか昔のあの辺からもう勢いバコバコでギャングスタラップでみたいな感じだったと思うんですけど、まあニューヨークはね、もともとずっと伝統的に、今もまあ最近はブロンクスのドリルとかもあると思うんですけど、そういうまあなんかいいラッパー出てきてると思うんですけど、まあ UK に関してはね、やっぱドリルですかね。やっぱドリルは避けて通れないんじゃないですかね。やっぱそうですよね。ストリームで今でも本当そうじゃない。ドリルのサウンドをめっちゃ聞くよね。そうですね。全体的にもう世界中どこでもみたいな。はい、そうなんかでもさ、なんか俺結構びっくりしたのが、なんかこの間 YouTube のローリングラウド、YouTube じゃねえわ、LA のローリングラウドで、はいはいはい、セントラル C がなんかパフォームしてたんよ、はいはいはい、なんだけど結構昼間の時間にしてて、はい、なんか思ったより盛り上がってなくて。あ、ほんまっすか。アメリカでそうなんだ。同時ぐらいしか爆破されてないんだ。あ、いやでもやっぱそうっしょ。やっぱそうなんだ。あ、やっぱ多分アメリカ、わかんないですよ、僕も日本で生まれ育ってそういう感覚なんですけど、うん、多分ね、やっぱ発音もなんかちゃうし、スラングもなんかよう分からへんし、はいはいはい、まあある意味真剣に受け取られてないですよね、多分 UK ラップの人とかおそらく予想するにはだと思うんですね。やっぱアメリカね、はいはい、のラップですから、それはアメリカのアーティスト聞くわってなるんですよね。まあ、そうだよな、はい、なんかもうカーティとかプレイボーイカーティとかがもう生々盛り上がってたみたいな。やばいっすね。生々方言っすか。生々方言っす。いいっすね。俺もちょっと方言出していきたいですよ。出していくよ、どんどん。それそれどこだっけ？僕愛媛県の松山市なんですよ。はいはいはい。でも方言っつってもそんななんかまあ大学関西やったんで、もうちょっと大阪弁より関西弁よりになってるとは思うんですけど。はいはいはい。まあちょっと出す機会あればちょっと出していきます。そうか、はい、じゃあちなみに自分、まあいろんな多分ジャンル聞いてると思うんだけど、はい、どのジャンルが一番好きとかあるの？一番好きとかはないっすかね。まあでも、まあよく聞くのが何個かあるみたいな。まあドリルもそうですし、トラップもそうですし、まあさっき言ったウエストコーストのちょっとチルな感じのやつもそうですし。って感じっす。一番とかあんまないかもしれないです、ね。ないんだ、はい。じゃあもうシチュエーションによって違うもの聞き分けてみたいな。そうですね、はい。なるほどね。そうか。ウェストコーストは今来てるのは誰なんだろう、最近。最近来てるっていうか、まあ僕の個人的に好きなのはやっぱブラスト。ブラストね。まあ、これはもう2、3年前ぐらいから多分来てて、もう最近多分聞いてる人も多いと思うんですけど、そうだね。なんでかっつってやっぱ歌えるんですよね。やっぱなるほどね。うん。そのやっぱ基本的にトラップでなんか、はい、マーダーとか、マニーとか、はいはいはい、なんかまあ女の人のこと言ったりとか、いやもうええわってあ、まあそういう時もあるけど、いやもうそれちょっとええわっていう時にブラストのちょうどいいなるほどね、染み込んでくる。確かに結構ちるい感じだもんね。そうですね、その辺とか。そうだよね、はい、俺ブラストはあれしか知らねえな。超有名な、一番有名なやつ、チョーズンとかですか。チョーズンだ。 あれめっちゃいいよね。いいっすよね。あれそれこそミュージックビデオいいっすよね、あれとかも。そういいよね。そう学校でしたっけな、ああいうね。確かそうだよね。ちょっと青春な感じで女の子がいるみたいなちょうどいいっすねあれぐらい俺は結構チルの方が好きで。そうですよね。ラップ好きだけど、はいはいはい、なんか結構まあ俺ドリルのサウンドも結構好きなんだけど、はいはい、でも俺ドリルをだから結構ずっと聞くの結構きつくて。そうですね。そうだからドリルでもジャージークラブとか、はいはい、なんかちょっとそのなんかなんていうの、なんかそのフィメールのボーカルちょっと入って、はいはいはい、なんかライトになってる感じの、はいはい、でもベースだけドリルのドンみたいな、でブンブンみたいな、はいはいはい、なんかそれが好きだなみたいなあるから。そうですね。あんまね、なんかドリルし、例えば UK ドリルとかっつったら、あの人らもなんか路上でなんかお前らなんやろっつってナイフで刺し合ったりとか、なんかそういう感じじゃないですか。 SNS でこう殴ってみたいな。それちょっとちゃうな。いやまあいいんすけど、好きなんですけど、まあエンタメとしてね消化してお金稼いでるとこもあるから、それをね、僕らもなんかギャングじゃないけど、そういうモードっていうか、そういう曲聴きたい時もありますけど、そればっかりやとね、ちょっと疲れちゃう。そうだよね。すげえわかる。なるほどね。そっか、だからブラストなんだ。まあそうですね。そういう時とかによく聞けるですね。はいはい。なるほどね。イーストコーストはどういう人聞くの？イーストコースト誰ですかね。誰なんですかね。ニューヨークとかの地形だよね。それで言うと、あんま聞いてないですかね。でも言うたら、あ、そうなんだ。うん、聞いてないかもしれないですね。そんな最近は、ちょっとまあプレイリストとか見たら、あ、これ聞いてた。全然見てもいいよ今。うん。あると思うんですけど、はいはいはい、まあでもアイススパイスとかですかね。聞いてるというか、その最近まあ自分が好んで再生するとかではないんですけど、はいはいはい、プレイリストやっぱやばいじゃないですか、勢いが。はい、やばいね。そうですね、うん。だからそれをちょっとまあかじっとこか、はい、一回聞いてどんなもんかなみたいな、そういう感じではあるっすね。はいはいはい。あ、じゃあ結構じゃあプレイリストガンガン見る感じなんだ。いや、どうなんですかね。まあ一応なんか。最近出た有名なやつとか聞きますけど、うんうん、まあでもそれでもまあ僕が好きなやつだけ聞くみたいな時間帯も多いですよね。はい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 。なるほどね。はい。それプレイリストとかでもどうやって見つけてるの？普通に探してる？アップルとかで。そうですね、はいはい。もうなんかニュースサイトとかでニューリリースみたいな、例えばニュースサイトね。そうですね。ダブル XL とかが毎週新しいリリースこれですみたいな感じで出してくれたのをで。聞きたいのから聞いていくみたいな、そういう感じですね。そういう感じだ。はい、WXL ね。とかですね。やっぱはい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 、他にはなんかおすすめのサイトとかある？なんか今イケてるラップをできるためには。ああ、なんなんですかね。まあでもそんな僕はそんな大手のあれしか見てないんで。はい、WXL とかあとなんかインスタとかやったらラップ TV とかですかね。ラップ TV かな？なんかとかよく見るかもしれない。フィードにめちゃくちゃ上がってくるかもしれないです。はい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 、でもそれもほんましょうもないゴシップとかは多いですけどまあでも基本的にしょうもないゴシップ多いですよ。やっぱ大手でもやっぱり数字取れるからやっぱしょうもないゴシップがねやっぱ数字取れるんだね。そうですね。やっぱそうだよね、はい、なんかあれとかもすごくない？なんかブルーフェイスとかもすごくない？すごいですねあれももうしょうもないゴシップですよね。まあまあ好きな人はいるんですけどやっぱいやなんかもうその結構なんかさあれだよね。なんか結構さアーティストもさ何種類かいると思ってて、はいはい、なんかその曲とかで、はい、もうマジで評価されてる人とかもそういるし、はいはい、ゴシップで今もまだレレバントになってる人もいるし、ね、みたいな、はい、結構2タイプいると思ってて、はいはい、ブルーフェイスがもう曲とかはもうなんかみたいな感じじゃん、ね、あんまり分かんない。俺聞いてないから最近あれなんだけど、はいはい、でもなんかポロ G とかやっぱ曲でちゃんとこのずっと人気というか感じだけど、ね、ブルーフェイスはこのなんか彼女との関係とかさ、 そうですね、なんかそういうゴシップとか、はいはい、そういうのが結構なんかタイプいるよね。そうですね。いやーどうなんですかね。まあでもそうでもしないとやっぱ流れ早いからきついですよ。ダメですよね。日本はやっぱそうだよな。そうですよね、まあ、流れ早い。そうですね。まあリルパンプとかもそうじゃないですか。リルパンプそうだね。まあまあそれも聞かないんですけど、はいはいはい、そのインスタとかでポルシェまた窓ガラス割ってまた破壊してるわみたいなあこいつ前もやってたやみたいなもうこれで頑張ってつなぎ止めてるんかみたいな。やっぱそれはあれですよね絶対。そっか、はい、なるほどね、はい、でゴシップがそう言ってるのは確かにそういうことか。自分がやっぱ忘れられないようにやるしかないみたいな部分あるのかな。で多分ちゃんとあの人らもう新曲シングル出す時とかに、うん、そうポルシェ叩き割ったりちょうどそのタイミングをもうちゃんとマーケティングですけどまあそういうことか。炎上商法なんですけど。炎上商法ね、はいはい、確かにね。そっかそっか、はい、でもリルパンプとかそうだね。そうですね。確かにそういう部分あるかもしれないね、はい、なるほどな、はい、そっかそっか。ちなみに動画のネタとかはどっから拾ってきたり？動画のネタはもうほんといろいろっすね、はい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 、もうほんと、まあ、例えばさっき言った WXL でニュースサイト見て、うん、まあ最新のトピックで結構いけそうやなっていうやつを行くときもあれば、うん、ちょっと前のトピックでもうほんといろいろっすね、うんうん、もう YouTube も見ますし、もうそのなんかニュースそういう記事、うん、ネットの読み物もとかもですけど、うん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 、かなんかたまにパッて浮かんでくるときとかもほんと稀にとかありますし、はいはいはい、で最近なんか聴いてるアーティストのなんかあこれ僕喋りたいなと思って、はいはいはい、じゃあこのアーティストの面白いストーリーなんやろみたいな、どういう見せ方したらいいかみたいなっていう時もありますし、本当もうランダムですね。ランダムに、はい、何でもいろんなところから情報を得てみたいな感じなんだ。そうですね、はい、でも英語でしょほぼ情報って全部。そうですね、はい、英語は読めるんだ、うん、英語はでも一回翻訳サイト入れて。あ、そういうことか。一回、まあ、記事翻訳サイト入れて、はいはい、それででも翻訳サイトやから 100% じゃないじゃないですか、まあそうだね、でなんかおかしそうやなって時は自分で英語見て読んでそのニュアンスを確認するとかってあるんですけど、もう全部英語で素で読めるっていうのはちょっとやっぱ僕ストレスなんで、はい、そこまでの読み取りはないんで、はいはいはい、って感じですね。あ、そうなんだ、はい、読むに関してはそうです、はい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 、海外とかに行ってたかじゃないではないんだ。は行ってましたけど、まあでも半年とかなんで、はい、まあ本当片言の英語みたいな喋るとに関しては、はいはい、どこに行ってたんですか？僕はアメリカのテネシー州っていうところなんですけど、はい、まあ南部なんですけど。また結構あれでね、ニッチなとこだね。そうですねテネシーってなかなか行かなくないみたいな僕もね、なんかまあそれ大学の留学で行かしてもらったんですけど、そういうことか。で、まあランダムに、まあアメリカ希望で出してたんですけど、はい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 、でランダムに割り当てられるじゃないですか、うんうん、で他のとこニューヨークみたいな、はいはいはい、なんかカリフォルニアみたいな、うん、俺なんやろなって思ってテネシーみたいな「いやテネシーか」みたいな。まあその時僕全然知らなかったんでうわマジか何テネシーって思ってて、なんで行ったらおもろかったですやっぱ。あ、おもろいんだ。いや、おもろい。どういう感じなの？まあなんか大学の街みたいな感じだったんで、その大学が結構でかいとこやったんで、はい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 、でもうアメリカにたまにあるなんか大学の街みたいなみんな、はいはいはいね、アメフトの試合したらみんななんか街中の人がその帽子かぶって応援に来るみたいな、そういう感じだったんで全然まあ楽しかったですねやっぱ行ってみたら、はい、どうなんか結構あったそのギャップみたいなカルチャーショックとかあったりした日本とアメリカから見てみてとかなんすかね。いやでもやっぱ飯がきついっすよね。飯がきついんだ。ああ米食えないっすかね。あと野菜食えないっすかね。あそうなの。あそうっすねないっすよ基本的にマジで、はい、だからもう汚い話なんですけど、うん、もううんちカチカチっすよ、ね、頼む俺の腸をどうにかしてくれっつって誰かサラダを与えてくれっつっていやそういう感じで本当でも日本帰ってきて一発目でいや何か日本食をってなってもう絶対一発目やからいいとこ行こうって思ったんですけど、もう羽田空港かどっかでもう我慢できずに友達と一緒に丸亀行ってみたいな、それがめっちゃうまいですね日本食ないかテレジーはさすがに。いやあるっすけどやっぱ高いじゃないですか、うん、まあそうだよね。だから結局マクドナルドとか、はいはいはい、まあ食べ慣れてるけど、まあその安い、はいはいはい、それやっぱ行っちゃうとチップとかもあるからやっぱお金なくなっちゃうんでそうですね、はい、そうだよね、はい、あでもあれっすね。でも飯関連で行くともう一個あって、うん、まあなんか日本ってもったいない文化あるじゃないですか、うんうんあるね、飯は残さないみたいな はい、米粒一滴あ一粒も食べるみたいな、はいはいでまあ、僕、まあ、アメリカ人の友達と一緒にご飯行ってて、うんまあ、すごいいいやつなんですよ、うん、でハンバーガーショップ行ってて、うん、でハンバーガーとフレンチフライポテトフライドポテトがあって、うん、そのセットやったんですけどで、まあ、普通に食うじゃないですか、うん、アメリカ人の友達がフレンチフライ一口食った後、うん、これしょっぱいねっつってそのまま真後ろのゴミ箱にバコンって全部フライドポテト一口食って全部捨てたんですよそれがカルチャーショックそうだよね僕らだったらちょっとお前いるとかなるじゃないですか。なるあそうなんやみたいななんか大量生産大量消費やなみたいなアメリカってすげえなそれがちょっとあったかもしれないですね、はい、もったいないですよね。もったいな出来たてほやほやのしかも出来たてほやほやなんだ、ね、なんか冷めてて食えないんだったらまだなんかじゃあそうですよね、うん、もうこれは食えんから、うんあそうなんやみたいなすげえなそれあるかもしれない。そっかそっか、はい、ハウスパーティーとか行かなかったありましたね。あったよね、はい、大学だもんね。そうですね。でどうだったハウスパーティー。ハウスパーティーはどうなんですかね。でもなんかまあなんかねそのブリングやオンビアみたいな感じで、はいはいはい、ビール持ち込んでみたいなそれは楽しかったですけどなんかまあ何回か行ったんですけど、うん、行ったのはなんかどっかの家のなんか地下でガンガン音鳴らしてみんなで踊るみたいな感じなんですけどみんななんか彼女とかと行っててだからなんかポジショニングむずいっすなんかもうみたいな感じでぎゅうぎゅうでなんかなんとなくその場におっても大丈夫なやつを演じるみたいなそっか彼女とかそうかまあ連れてくる人そうかそうですね、そのパーティーがそういう感じだったのかな。どうなんだろう。そうっすね。まあパーティーにもその友達がやってるもっとなんかそういう緩い感じのやつもあるんですけど、はいはい、そういうなんか知らんけどみんな大学の人集まってるらしいよみたいなんで行くやつもあるじゃないですか、はいはいはい、あるある。それはそういう感じでしたね。なるほどね、はい、確かにだ、はい、ナンパするでもないしみたいな、ね、なんかみんな彼女といるからなんか別に友達作るわけでもないしみたいな 、ねまあ、それは確かに微妙な立ち位置じゃない、はい、だから僕の友達とかまあ、うんその日本人の友達と行ったんですけど、うんうん、他の男の僕の友達とかは、うんうんまあ、酒に弱いやつで、うんまあ、ベロベロで酔っ払ってなんかわーっつって踊ってたんですよ、はい、したらなんかそこに横に男の人がおって、はい、その人がファックみたいな多分わかんないですゲイかなんかと思われたと思うんですけどそれもなんかいやまあみたいなあそうか天使はそういう感じなのか。いや、ま、だそんなことないです、ね、そんなことない、はい、はい、そうかそうか。いやーすごいないやすごいよね普通にもうアメリカも俺は6年ぐらいいたのかな、はい、6年弱5年半とかいたんだけど、はいまあ、ハウスパーティーもそんなめっちゃ行ったわけじゃないけど、はい、でも行って思うけど全然違えないみたいな。あんまですか、うん、しかもみんなヒップホップ聴くよね。そうですねそうですね。テニスもそうでしょ。そうですねやっぱカレッジパーティーとか、はい、もう僕が行った時期は、うん、ずっとナイス・フォーワットとかうん流れてたですね。ドレイクのそういう流行ってたんで、はい、どこ行っても流れてるみたいな感じですね、はい、ドレイクは確かにやばいよね。そうですねドレイクはすごくね。なんか俺もドレイクもともとの人 TB なんか俳優だよね。そうですね、子役で俳優やったっすよね。そうだよね、はい、で今こんななんかね、もうね一番金稼いでぐらいしてね、しかもカナダ人だしみたいなさ、はいはいはい、ドレイクとかあんま聞かないの？いやもう普通に聞くっすね。普通に聞く、はい、もう普通に人並みに聞くって感じです、ね、はいはいはい、はい、新しいアルバムなんか21スペシャル出したんだっけ？そうですね、ハーロス、はいはいはい、そうですね。あれ俺まだ聞いてないんだけど。あ、ますか、うん、普通にバンガー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 みたいな感じなんだ。21サベッジはどうですか？めっちゃ人気じゃない？21サベッジ人気っすね、うん、最初なんか結構マンブルラッパーみたいな、はい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 、そういう類に入れられてたと思うんですけど、うんうんうん、もうなんかドレイクとかも曲やってみたいな、ね、もう大御所みたいな、はいはいはい、もう結構揺るぎないみたいな感じになってるっすよね、うんうん、そうだよね、はい、マンブルラップとかで言うとなんかこれあの動画見たんだよね、2016年のダブルXL サイファーがなんか時代を変えたみたいな、あれめっちゃおもろいなと思って聞いてて、そう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 、あれは何？あれはサウンドクラウドラッパー？そうですね、だよね、もうほぼイコールですよね多分ということだよね、はい、サウンドクラウドラッパーがなんか変えたみたいな。そうですね、ネットのねああいう、はいはいはい、まあ今もそうやと思うんですけど、うんうんうん、ネットのでカルト的なファンを得てみたいな、はい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 、まあ、すぐ消えていく人もいっぱいいましたけど、うんうんうん、それは、まあ、いわゆる昔のなんか頑固親父みたいな人とかが、うん、まあそういう人も絶対いるのは大事だと思うんですけど、うんうん、なんやこいつらみたいな、こいつラップしとんかみたいな、はいはい、聞いてられへんわみたいなでも今もうそんなことないじゃないですか。 そうだね、そう考えるとやっぱあの時叩かれてた人もいたけど、うんうんうん、まあね狩猟じゃないですけどそれ当たり前になってるっすよね、うんうん、そうだね今はね、はい、だからそういう意味ではなんかすごい日本とかも変わってきてるのかみたいな、うん、なんかラップスターとか見てるんですか？前のエピソードは今回ちょっと見てないですけど、前2週間ぐらい出てないんですよ。あ、ほんまですか？そうです。いや、前のシーズンですね。あ、前のシーズン、あ、今回のシーズン見てない？そうですね、見てない。あ、そうなんだ、はい、前のシーズン見たっすね。なんか今回のなんかラップスターからオートチューン使えるようになって、あかんかったんですか？多分今までダメだったんですか？そう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 、まあなんか多分サイファーがダメだったのかな、多分一番最初の応募動画がダメだったのかなみたいな。あ、そうなんですね。確か。で、なんか今は自分たちでなんかオートチューン持ってこれてもいいようになったらしくて、ね、それで結構なんか、ガツラップじゃない人とかが結構来てるみたいな。増え出したんですか？そう、増え出した。今回は結構歌う人とかも結構、歌っていうのがあれかもしれないけど、そう、結構歌う系の人が多かったりとか、まあそういう感じなんだけど。ちなみになんだけど、はい、まあ多分 YouTube さっき3年ぐらいやってるって言ったんだけど、はい、なんか一番最初にガーンっていった、バズったビデオとかあったりするの？最初は、まあ殺人を犯したラッパー、はい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 、まあ今やったら多分作らんと思うんですけどまあでもなんか何も考えずに作ってあれとか、まあなんか ありえない買い物を何銭とか、あーなるほどね、そういうなんかパッと見で、はい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 、まあ別にラップとか知らんくても多分とっつきやすいやつかなっていう感じですね。そういうことか。最初はね。そうですね。そうかそうかそうか。はい、あ、なるほどね。はい。それは何、意識して作ったとかじゃなくて、急にガッてきたみたいな感じなの？そうですね。もう本当最初はもう何も考えて作ってて、まあなんとなく伸ばしたいなぐらいで作ってて、うんうんうん、で、なんかキャッチーなトピックないかなって思ってて、うんうん、最初そうですね、作ったのが、最初バコンっていったわけじゃないですけど、もちろんそもそも登録者とかいなかったんで、うんうん、気づいたらちょっと伸びてて、それでいきなり収益化までいけたみたいな。あ、そういうことなんだ。そうですね。じゃあその前は収益化できてなかったんだ。できてないですね、その出した時とかは。収益できるところまではどんぐらいかかったの？1年ぐらいですかね、多分。あ、そうなんだ。そうですね、多分。やっぱ1年ぐらい収益化できないか。そうですね、最初はね。多分振り返ると。はい、そっかそっかそっか。はい、で、今どんぐらい回ってんのかな、それ。今どんぐらいですかね。見たりとかしないの？昔の動画とかあんま見てみたりとかしないんだ。ないっす。あ、ないんだ。恥ずかしい。あ、そうなんだ。いやー、マジできついっすよ。まあ今もきついっすけど。そうなんだ。そっかそっか。普段だってこんな喋り方してないですもん、僕。なんか丁寧にそのナレーションのように喋ってるんで。確かに、それはそうかもしれない。そうだよね。やっぱ自分で見ると肝ってなるじゃないですか。だからそんな見ないですけど。そっかそっかそっか。達人化したラッパーどんぐらい、さっきちょっとそれっぽくなったけど。50万とかですね。おお。一番最初の波。なるほどね。はい、ガッてくるまで、なんかどういう流れだったの？急にガッてきたの？だってさっき、まあでもゆっくり言ってたか。そうですね。出してどんぐらいでこんな。いや、具体的なのは覚えてないですけど、はい、気づいたらパコンいってて、お、すげえみたいな。YouTube ってこういう感じなんだみたいな。はい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 。行くとき行くんやみたいな。なるほどね。やっぱその右肩上がりじゃなくて、いびつにこうやって上がっていくもんなんだ、うんうん。そうですね。あ、じゃあ結構こうみたいな感じだったな。そうですね。そのとまでは全然登録者いなくて、それでパコンいって、はいはいはい、でまあ、それが何回か繰り返されてみたいな。ね、でも一番楽しかったですね。やっぱ最初その収益化やったぜ。その時がやっぱ一番楽しかったですね。数字がもう上がってって。はいはいはい、なるほどね、はい。当時はどんぐらい登録してたの？いや、わかんないです。もう1000人も多分いなかったですよね。そのだから、そっかそっか。収益化の条件は多分それなんで。なるほどね。はい、それか、そうか、1000人いってなかったから収益できなかったんだ。そうっすね。はい、あと再生時間もそうです、ね。再生時間ね、はい。そうだよね。再生時間がなんか YouTube の収益化が、1000人登録者いて4000時間の再生回数がね、再生時間がないと収益ができないみたいな感じだもんね、はい。なるほどね。そっかそっか。そっからは。一番でも伸びてるのエミネム？やっぱ。エミネムっすね、今は。そうだよね。はい、エミネムとお母さんのビーフだよね。そうですね。やばいね。エミネムとお母さんのビーフ。俺もさ、結構さ、ちょっとしか知らなくて、はい、見て、そうだったんだ、みたいな。かわいそうだな、みたいな。そうですよね。ちょっと複雑だよね。はい、まあでも、だからといって、あんなお母さんのこと言うか、みたいなところもあるけどさ、結構難しいよな。エミネムはそうですね、めちゃくちゃ攻撃するっすもんね。基本的に攻撃するタイプだもんね。はい、そうだよね。はい、でもエミネムはやばいわ。やばいですね。なんかやっぱさ、どんな動画とかさ、もうポッドキャストとかさ、映像見ててもさ、はい、やっぱさ、なんかヒップホップはブラックのミュージックだみたいなさ、はいはい、ところあるわけや、はい、でもみんななんかエミネムは認めてるというかさ、はいはいはい、感じしない？そうですね。ね、あれは結構特集というか、もうレジェンドみたいな感じね。そうですよね。なってるよね、はい。あれもやばかったハーフタイムショーの。あ、やばいですね。1個前のやつ、ね。1個前のやつ。はい、22年かな。はい、あれやばかったね。やばいですね。うん、オールスターって感じですよね。ほんとそうだね、はい。ウエストコーストオールスターみたいな。はい、で、ケンドリックも。そうですね、ケンドリックもいて。スヌープトークね。50セントみたいなね。そうですね。そっかそっか。やばいね。ちなみになんだけど、結構どんぐらいの頻度で、なんか1個の動画作るのどんぐらいかかるの？どんぐらいですか？ 20 時間ぐらいですかね。20時間ぐらいだ。1個、はい、多分、トータルで平均するのと多分。はい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 、なるほどね。はい、ナレーションと、台本書くっすの、まず。まず台本書くんだ。そうですね。なるほどね。まあ、めちゃくちゃ調べて、はい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 、台本書いて、うんうん、ナレーション取って、編集して、まあ、サムネ作って、うん、出すみたいな。そうですね。そのドキュメンタリー、まあ、そのなんか、動画結構いろんな映像とか写真とか使ってるやん。そうですね。ああいうのはどういうところから持ってきてるの？あれはもうその辺の。もうその辺のやつ見つけてきて、はい、YouTube とか。まあ、正直それは結構グレーゾーンなとこやと思うんで。そうだよね。はい、でもそれはでも収益化で大丈夫なんだ。大丈夫ですね。今のとこは。なるほどね。はい、そっかそっか。なんか多分やりたい人もいると思うんだよ。解説系、ヒップホップじゃなかったとしてもさ、はいはいはい、多分なんかそういうのでもどういう風にしてるのかなみたいなの結構気になるからさ、はいはいはい、俺結構ちょっと違うからさ、はい、そうですね、やっぱ話してるコンテンツだから、そうですね、ちょっと違うけど、はい、どういう風にやってるのかなみたいな。今のとこはその辺は結構、OK とされてますね、まあ、全体的に見て、はいはい、もうまあでも、ね、リスクあることは確かに、いつかバーンされたらもうそれはもうしゃあないなって感じですけど、はい、そうかそうか、はい、まあでもあれだもんね、別にそれをそのまま使ってねやってっていうよりかはそれを使って何かコンテンツ作ってるから多分それが OK なんだろうね、多分そうっすかね、YouTube 的にもさすがに例えば音楽そのまま丸々流すとかだとやっぱ著作権すぐ引っかかると思うんですけど、そうだよね、まあ教育目的として使ってくれてる、うん多分そうだよね。勝つかね。まあ多分、はい。多分そうだと思うんですけど。なんか、あんまり、なんかその、俺もなんかちょっと YouTube の調べたりとかしたんだけど、はいはい、でもなんか、なんかコンテンツを持ってきて、それをそのまま使って、何にも変えずに収益化するのはダメなんだけど、はいはい、それを使って、モディファイングして、何かにして出すのは OK らしいんだよね。あ、そうなんですね。そういう仕組みになってるらしい。あ、そこまで読んでなかったです。本当、そのなんか規約に書いてるのさ。あ、そうなんですね。そうそう。だから多分大丈夫だと思うんだよね。あ、そうなんですね。うんうん、まあ普通にシンプルに他の人やってて、まあいけるんかなと思って、普通にやってただけなんですけど。そうだよね。はいはいはい、どうすか YouTube？ どうなんすかね。いや、まあでもやっぱ収益化できてない頃に比べたら、やっぱまあ過去を振り返るといい感じだと思うんですけど、まあ先があるとかもっと伸びしろがあるかと言われると、まあ市場の大きさ的にも多分そんな、まあって感じですよね、多分。あ、そうなんだ。はい。そういうふうに思う？僕は思いますね。やっぱアメリカのラップとかだと、まあ行って10万とかじゃないですか、登録者とか。本当？7万5000人ですよ、もう。いやー。多分まあエミネムを出し続けたらどうしてくれるか分かんない、それはエミネムを出し続けたらエミネムを10日もエミネム専門チャンネルみたいになったらいやほんまになんかラップ US ラップの規模よりエミネムの方が市場でかいんちゃうぐらいの、うん、あマジでそんな感覚っすけどね。ああそっか、毎回、はい、エミネムは結構毎回伸びいいもんね。そうっすね。そうだよね。はい、なるほどね。まあトピックによるんですけど、まあでも今のところなんかUS ラップからまあファッションとかありますけど、まあでもまあそれはね、カルチャーの一部というか、そうだね、まあ、近いところにあると思う、はいはい、そこから恐れたことは考えてないですけど今は、うんうんうん、でもその感じだとやっぱね頭打ちじゃないですかね、10万ぐらいで僕の予想ですけど。そうなんだ。はい、行っても。はい。でも今一人でやってるでしょ、全部。そうですね、はい。結構大変じゃないそれ。そんなことない。いや、まあ大変、どうなんですか。まあでも仕事、まあみたいなもん。一本でやってんのもね、今ね。そうですね、今それだけですね、今のとこ。すげえな。それ関連のって感じですね。はい。あ、それ関連の。はい。他のこともやってんのじゃあ YouTube 以外。まあ今、コミュニティやってるんですけど。あ、そうだよね。そうだ、そうだ、そうだ。それもあれですね、今は。そのコミュニティはどういう感じなんですか。まあラップ好きが集まるコミュニティみたいな感じで、ちょうど昨日なんですけど、そのメンバーの方とご飯僕東京来てるんですけど行きませんかっつって一緒にご飯食べに行ったんですけど、まあそれとか、まあ基本的にまあ僕はこういう感じのポッドキャストもやってるんですけど、もう週1で1時間ぐらい喋るやつとか、まあチャットできたりとか、まあまあそういうラップ好きのためのって感じですね。なるほどね。どういう人が多いのそのコミュニティは。いや、どうなんですかね。でも結構本当幅広いですね。女性の方もいますし、年齢も10代の方から40代の方まで多分いますし。あ、そうなんだ。はい、結構広いっすね。はい、おもろいね。おもろいですね。はい。普段関わることない人たちと。そうだよね。確かに確かに。そうなんですね。すげえみたいな。はいはい、やっぱね、ちょっと年齢ずっと昔から好きやっていう人には本当、はい、あ、そうなんですねみたいな。全然知らなかったっすみたいな感じで、そういう当時の感じとかを学ばしてもらうこともありますし、本当いろいろっすね。はい。なるほどね。はい、いいね。それも結構みんなで結構コミュニケーション取って、そうですね。前々やってる感じなんだ。そうですね。それも拡大したいですね。はいはいはい。そうだよね。いいね、いいね。ちょっとぜひこれ見てる人興味あればね、ぜひぜひね、コミュニティ入っていただきたいなと思いますけど。お願いします。はいはい。そうかそうか。ちなみにやっぱ、結構儲かる？いや、儲かんないですね。それはね、YouTube なんで、そんな大して儲かんないですけど。そうだよな。まあ生活できるぐらいって感じですよね。うん。でも生活はできるんだ。そうですね、今はそうですね。そうかそうか。リッチではないですね、明らかに。いや、でもそうだよね。でもなかなか俺はすごいなと思う。それだけ一本でできるのは、そうそう。俺とかも他のこともしないといけないから、そうそうそう。だからすげえな。夢はあるね、でもね、だからね。まあそうですね。昔に比べたら僕も、まあね、僕がなりたいと思ってた姿の一つであるんで、まあまだもっと行きたいですけど。もちろんね。はい。そうかそうか。なるほどね。でもコンテンツが作っててさ、寂しくなったりとかするときないの？寂しくなる、どうなんですかね。まあなんかモチベーションが出ないとか全然あるんですけど、ネタ考えてて一日中もうネタ考えるだけで終わるとか、あ、なんかしっくりこんなみたいな、なんかやりたくねえなこれみたいな、そのバランスですね。だからその自分がやりたいことと、でも数字いかないっていうこのね、葛藤があると思うんですけど、そうですよね。でも、それどっちに傾きすぎてもいかんと思うんですよね。確かに確かに。自分がやりたいことやりすぎて数字いかなかったら結局多分やめちゃうの自分なんで、そうだね。ある程度数字のモチベーションも保ちながら、かといってほんまに全然全く興味ないことをやってても本当にそれはそれで辛くなるだけなんで、その、ね、その時の自分の気分に応じてバランスを保つっていうのが多分、そうですね。なるほどね。そうかそうか。なんかその、この YouTube とかやってて、はい、なんか多分切り替えとかでなんかやっていくことがないの？日常的になのか、月なのか、年なのかわかんないけど。ああ、プランですか？プランっていうか、そのなんかやってるうちに、なんかリフレッシュとか多分絶対したくなるじゃん。はいはい。なんかそういうので意識してることなのか、とか。ああ、どうなんですかね。いや、そんなないですよ。まあ散歩するぐらいですか。散歩するぐらい。あ、散歩は結構するんだ。基本的に作業してるんで、作業してるんで、まあこういう感じで月1ぐらいでなんかとか、他の県に行くとかもあるんですけど、そういう時もありますけど、まあ、基本的に家おる時は散歩したりとか、まあジム行ったりとか。あ、ジムも行くんだ。そうですね。鍛えてる？そうですね。筋トレだ。はいはい。おお。とかですね、体動かすとか、そんな感じの。エクササイズ。じじいみたいなこと言ってますけど。まあでも散歩いいですよ。散歩いいよね。天気いい時に音楽聴きながら。俺も結構好き。あ、ほんまっすか？うん、散歩は好きだね。なんか、まあなんか忙しすぎたら散歩できなかったかなるけど、でもなんかちょっと詰まったりとかは編集きついなみたいな時は散歩行く。あ、ほんまっすか？そうですよね。散歩いいんすよね。散歩いいよね。なまら気分リフレッシュできるもんね。そうですね。わかるわかる。でも月1で結構いろんな県、海外とかも行ってなかった？海外行ってましたね。だよね。いつだっけ？タイ？そうですね、夏ぐらいに、まあ東南アジアなんですけど、タイとラオスとシンガポール。あ、回ったの？そうですね。やば。4週間ぐらいかけて。なんでそれはどういう？いや、なんか行きたかった。そうなんだ。まあなんか行きたくて、前も行ったことあったんですよ。あ、そうなんだ。その東南アジアに、何年か前なんですけど、でもなんかその、まあ僕の、目標としてたのがなんかノマドみたいな、旅しながらでもまあ言ったら場所関係ないじゃないですか。そうだね。だからそういうのやってみたくて、一回ちょっと今んとこ行ってみようかなと思って、まあ一人で行ったんですけど、やっぱ一人おもんないっすね。やっと気づいたっすわ。僕ノマド向いてねえわっつって。あ、そうなんだ。まあやってみて分かったんですけど。そっかそっか。あ、やっぱ友達と行かんと面白くねえなみたいな。そっかそっか。え、何してたの？いやもうほんま何なんすかね。タイ行って。もう歩いて、うん、作業して、はい、もうあんましょうもない。まあ一回なんか夜クラブとか一人で行ってみたんですけど、はいはい、バンコクの、まあでもほんまなんもないっすよ。一人面白くなかった。俺一人で楽しめるタイプじゃなかった。でもだけど俺ストーリーでちょっと見たんだけど、なんか財布？あ、行かれたっすね。行かれたんだ。ラオスで。え、何があったのそれは？まあそれラオスなんですけど。はいはい。まあなんか、まあ、結局20万いかれたんですけど、20万円ってこと円いかれたんですよ。いかれたんですけどいやまあ結局ね、まあその前行った時も、はい、まあ、ベトナムかどっかですかね、1万いかれてて、でそのなんか知らんおっさんやったんですよ。でその経験があったからめちゃくちゃこれ気をつけなきゃなと思って。え、すられたってこと？そう、その前の話です。あ、その前はね。で案の定ラオスでもおっさんが寄ってきて、なんか君現地人みたいなみたいな感じで言われて、まあ飲み行くやみたいな言われて、いやもうええわみたいな感じだったんですけど、めちゃくちゃ警戒してたんですけど、で結局まあなんかめっちゃ警戒、まあ俺警戒できてるし、まあこれで金取られることはないやろなみたいな、ここにポッケにあるしみたいな感じだったんですけど、でついてってして朝起きたら次の日口座見たらめちゃくちゃ引き落とされてて、20万引き落とされてたんですよ。それでカードを盗まれてたんですよね、キャッシュカードを。どっかで。それ僕も覚えてないですけど、正直。どこで盗まれたかもわかんないんだ。そうっすね。どうなんですかね。どのタイミングなんですかね。まあ酒はなんか結構飲まされたというか、まあまあでも僕もその結構強いんで、あ、そうなんだ。まあ缶で、まあ普通に飲んでたんですけど、まあ僕制御効く範囲で。で、なんかタバコ吸えとか言われてたんですけど、まあ、エンジョイみたいな。タバコ吸えよみたいな。で、まあ、普通のタバコ、これなんか怪しいなと思ったんですけど、なんか見るからになんか市販のやつやし、まあ普通に、まあ何本か吸ってたんですけど、わかんないっすね。でもそれは本当、どのタイミングなんかっていう。ちょっとその辺の記憶はもなくて。あ、記憶がないんだ、あんまり。そうっすね。帰りトゥクトゥクで帰ったことしか覚えてないっすね。そういうこと？はい。どっかで金下ろして、それで暗証番号見られてたんかもしれないっすね。うわー。きついっすね。きついね。はい、悔しいっすわ、ほんと。情けないっすわ。あんな警戒してたのに舐められてるな、思って。そっかそっか。はい、分かってたね。なんかちょっと怪しいなとは思ってたんだ。最初怪しいなって思ってて、めちゃくちゃ警戒してて、まあでも俺、こんだけケアしてるし、いけるかな、みたいな。まあ大丈夫か、みたいな感じだったんですけど、気づいたら。やばいね。大変だったね。大変っすね。いや、落ち込んだっすね。まあそうだよね。で、昇進で、ラオスで、YouTube ライブしてみたんですけど。あ、そうだそうだ。それ YouTube ライブみたいだったら俺。それでちゃんと登録者50人ぐらい減ったんですけど。まあでもなんか、その分、初めてスパチャとか、初めてじゃないですけど、スパチャいただいたりとかして、うわ、ありがたいな。50人ぐらい減ったんです。いやー、きつかったっすね。ああ、そうだよな、確かにな。え、でもそれ以外は大丈夫ってなる程度は。そうですね。そっかそっか。そっか、でも、一人向いてないって分かって帰ってきたんだな。そうですね。帰ったっすね。おもんないわ。おもんないわ、つって。そっかそっか。え、自分、ちなみに月一で、なんか、いろんな県、他の県とか、いろんなとこ行ってんの？そうですね。はい。まあ、旅行っすけど。旅行。はい。どこが好きとかあんの？今のとこ行く中でとか。僕はね、滋賀とか好きっすね。滋賀？はい、それまたマイナーなとこですね。僕はなんか大学大阪やったんですけど、まあ大体なんか友達と車で土日遊びに行く時とかちょっと滋賀の方向いて行ってまして、気づいたら。あ、そうなんだ。なんか琵琶湖がいいんですよね。ああ、琵琶湖があんのか、滋賀。あ、なるほどね。ベタベタしないんで遊べるし、そのなんか雰囲気もいいし、水が近くにあってとか。そうですね。滋賀とか好きっすね。まあ千葉も好きっすけど。千葉も好きなの？はい。千葉はね、それまたあれだね。ビーチがえぐいっすね。もうほんと5キロ置きぐらいに外房内房のとことかドライブしてると、もうビーチがあるんで、すげえみたいな、気持ちいいっすね、千葉とか。はい。千葉ってビーチで有名なんだ。そうですね。なんか多分オリンピックのサーフィンの会場とかも多分千葉やったと思うんですけど。そうなんだ。はい。あれ結構ガチだね。そうですね。もう半島なんで、めちゃくちゃ海あるっすね、あの辺は。なるほどね。わあ、でもじゃあ結構水が好きなんだ。海とかラオスとかビーチとかそうじゃないだって。かもしれないですね。そうだよね。今気づいた。今気づいた。水タイプですね。水タイプ意外と。ポケモンで水タイプやったっすね。山とかでじゃあ海とかはビーチの方が好きなんで。そうですね、はいはいはい、確かにそうですね。タイもあのプーケットっていう島の方行ってたんで、うんうん、あ、そうだね、やっぱ水っすね。水だね。気づいたっすね。気づいたいいねいいね、はい、それだったらめっちゃなんか俺フィリピンとかは行ったことあるけど、フィリピンのことある？セブ行ったことあるっすね。セブか、はい、綺麗でしょ絶対。そうですね。そうだよね、はい、俺もなんかちょっと違うとこ行ったんだけどめっちゃビーチ綺麗だったイメージだった。そう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 、沖縄とかは行かないの？一回行ったっすね。どうだった？いやレベル違うっすねあれ。らしいよね。なんか観光地としての底力がえぐいっすね。なんかほんまもんのちげえなみたいな。やっぱ沖縄ってやっぱ前評判通りすげえやなみたいな。はい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 。よかったっすね沖縄も。ね、なんか俺も弟この間行ってきて、なんか卒業の時期なんだよね今ね、はいはい。そうそうそう、はい、でなんか俺の弟の同級生がなんか卒業するっつって卒業旅行で、俺の弟は全然休学してたから、はいはいはい、まあ卒業じゃないんだけど、はい、行ってみたいな。あ、お兄ちゃん沖縄町やばいよいやいいっすよね。とりあえず2人で行こうみたいな。それではい行きますみたいなぜひみたいな。いや沖縄最高っすね。まあ1回しか行ってことないですけど。いいね。俺も修学旅行で1回しか行ったことない。あ、ますか。修学旅行連れ回されるやん、よくわからないとこ。あ、そうっすね。そう、もうゆっくりしたいなみたいな。そうっすね。そう、せっかく。すげえっすわ。いいねいいね。レベル違ったっすね。やっぱレベル違うんだ、はい、あんま覚えてない。めっちゃ良かったところっていうぐらいしか覚えてない。ですか。そうそうそう、もうなんか何もせずゆっくりしたい。あ、そうですね。マジで。また行きたいっすわ。いいねいいね、はい、なるほどね。そうかそうか。まあちょっとなんか昔の過去の話にしようかに行こうかなと思うんだけど、はいはい、ずっと音楽をやってたわけではない。やってはないですね。やってはないんだ、はい、でも一応聴いてたみたいな。そうですね、はい、ヒップホップはいつから聴いてるんですか？あ、高校生の終わりぐらいですかね。だからもう6年前とかなんかな、うんうんうん、6年前ぐらいです、うんうん、そのぐらいですね、はい、なるほどね、はい、入りとかは誰だったんですか？入り Jay-Z とかですね。もうベタな Jay-Z とかね、はい、その辺のファボラスとかなんか結構そういうベタな大御所のとことかですね、はいはい、うんうんうん、そこが入りなんだ。そうですね、はい、ラップとしては。ラップとしては、はい、そっかそっか。え、はい、うん、どうぞどうぞ。そもそもそのまあ普通にまあ別にそんな音楽好きとかじゃなくても普通に流行りの音楽聴いてたんですけど、はいはい、でまあ、K-POP がすごかったんですよね当時。やっぱ僕の世代とかで、まあ、ビッグバンっていうグループがある、まあ、僕好きなんですけど、ビッグバンとか、まあ、レジェンドなんですけど K-POP なんか、うんうんうん、その人ら、まあ、K-POP ってラップするじゃないですか。する。でなんかその人らなんかドキュメンタリーかなんか見てて、うん、なんか影響を受けたアーティストみたいなとこで Jay-Z とかって書いてたんで、うん、あ、それで聞いてみようってなって、それっすかね多分。それなんだ、はい、最初。なるほどね、はい、Jay-Z って珍しいなと思って。あ、マジか。うん、なんかヒップホップを聴き始めて Jay-Z っていうレジェンドがいるんだ、聴いてみてやべえ、はいはい、みたいな感じなのかなって、はいはい、俺の中ではね、はいはいはい、そうそうそう、あ、そうなんだ、今日 Jay-Z から言ってやばいね。そうっすね、なるほどね。そっからどういう風になんかディグってったとかある？まあその辺のなんかブループリントとかブラックアルバムとかそういうの聴いて、はい、うんうんうん、なんですかね、まあその後はまあ最近の曲聴いてたっすかね。その、うん、ネットもあるんで、それで調べて聴いてたっすね。この曲いいみたいな感じで見つけてみたいな。そうですね。はい。なるほどね。はい、そうかそうか。その音楽以外、なんかスポーツとかやってたの？スポーツ、はい。まあ一応まあ部活で、そっか。野球ですね。小学校から高校まで。小学校から高校までずっとやってたんだ。まあそうですね。野球、普通の野球。でもすごくね。でも小学校からだったら、もう長くね。長いは長いですね。12年とかでしょ。もうなんか何も考えずにみんな友達やってたんでやってたんですあ、そうだった。今思えばもうちょっとなんか頭使ってやったらよかったなとか思うんですけど、まあ流れでそうかそうか、みんな行くしみたいなやってたっすね。どのポジションだったんですか？僕ショートとか内野、セカンドとかその辺っすね、はい、内野手っすね、はい、なるほどね、はい、俺も結構野球はさ、なんか WBC、はいはいはい、さっきも言ってたけど熱いっす、熱いよね昨日とかもう感動しちゃってっすよ。やばいっすよね。やばいやばいマジで。いやでも今どうなんだろう、まだ終わってないかもしれないけど。そうっすね、決勝だから。この撮影の日決勝なんですよ。そうなんですよ。日本ってアメリカ、さっきまで見てたんです、ね、さっきまで見てたそうそうそうで勝ってたよね、さっきまでね、勝ってたっすね。今はどうかわかんないけどこの後楽しみですなるほどね、はい、じゃあもうスポーツは野球ずっとやってて、野球とかはもう普段から見たりはするの？そうっす。なんか僕スポーツ全般好きなんですよね。あ、全体的にね、はい、全般好きで、はいはいはい、まあどれが詳しいとかないんですけど、はいはい、まあ、NBA も好きですし、はいはい、まあ、サッカーもなんかちょっとハイライト見るぐらいはありますし、はいはい、バスケも好きですしみたいな。そういう感じですね。まあ野球もまあプロ野球やってたら適当にテレビつけてみたりとかするんですけど、うんうんうん、全般好きですね。全般好きなんだ。スポーツ見るのが結構好きなんだじゃあ。そうですね。普通に、はい、見に行ってとかするのドームとか。バスケが多いですかね最近。あバスケだ。バスケ多いですね。B リーグ結構見に行くかもしれない、ね。え日本の？そうですそうです。あマジで。はいはいはい。え熱い。結構面白いんですよ。面白いんだ。安いし、はい。あ、そっか。そうです。まだそうだよね。なんかあんまりなんか結構マイナーなイメージあるかもしれない。そうですね。でもなんか結構この、うんまあ、千葉とか結構そういう首都の強い球団とかは割とチケット取れないって聞いたことあるですね。はいはい、あ、そうなんだ。はい、いや面白いっすね。俺もちょっと B リーグが興味ある。あ、うん、ですか。うんうん。やっぱバスケ展開あるんでおもろいっすね。早いしね。野球長いっすよ、ね。3,4 時間無理っすよ。TikTok 見てる人 3,4 時間座ってゲーム見れないし無理だね無理だね、はい、本当に確かに今の若い子にはあんま向いてないのかもね。僕でも思うっすもんやってたのにやってたけどいやそういう WBC とかそういう大一番はもう僕釘付けで見れるんですけど、そのペナントレースの1試合とかまあ確かにね、確かに ね、 そうですよね。長すぎるよねやっぱり。1試合も長いしシーズンも長いしみたいな。そうですよね。結構集中力持たないみたいな。そうです。なんかメジャーがだから今年からなんかピッチクロックっつって、はいはいはい、ピッチャーが投げるまでに時間制限設けるみたいな。マジでそういう制度とかやりだしたらしくて、なんかアメリカっぽくないですか、ね、そういう面白い展開するみたいなゲームの数をしていくみたいな。はい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 。あそうなんだ。おもろいるっすよね絶対そういうのね。絶対あった方がいいよね。ちょっとゆっくりだもんねみんなね。そうですよね。そうそうそう配球考えてても知らん人知らんしなみたいな確かにね。あそれあった確かにいいかもしれない、ね、はい、面白そう、はい。B リーグか。誰のチームをなんかサポートしてるというかその推してるみたいな。そういうのはないですけど、はいはい、まあなんか例えば大阪行った時にちょっと試合見に行くやつって、うん、大阪のチームの試合見に行ったりとか、はい、まあなんかまあ雰囲気おもろいですねあれは。あもう場所がね。そうです、うんうんうん、まあチアというかパフォーマンスとかもやっぱあるんで、はい、NBA とかもショーアップされてる感じじゃないですか。はいはい、その影響もあって、はいはい、見せ物として展開も早いですし、うん、もう普通におもろいですね見に行ってて。そうなんだ、はい、B リーグってそういうなんかハーフタイムショーみたいなあったりするの。あるっすね。おもろ、はいはい、あマジで、はいはい、それめっちゃいいじゃん。そうっすね。ラッパーとかそれできたら熱くない。あるっすよ多分。なんか僕大阪エベスさんの試合なんか2回ぐらい見に行ったんですか、はい、あるんですけど、あの慎吾西成さんでした。そのラッパーの多分人の曲とかがもう全然ガンガン流れてて、そうなんだ。ハーフタイムとかも、うんうんうん、だからもうその辺のクロスオーバーみたいな結構多分あるですよね多分。やっぱバスケとラップは多いっすよね、うんうんうん。まあアメリカがそうだもんね。そうですね。はい、普通に、はい、NBA とかのハーフタイムショーとか結構ね。はい、あとあれよねラッパーのなんかバスケ対決みたいななかった。 あるっすねあるよねなんかセレブリティマッチみたいな。 もうあいつのフォームめちゃくちゃっすからねまあまあまあそれで日本やってやっぱ基礎が大事って教わるんでちゃんと脇締めて左手は添えるだけみたいですけどそんななんか入りゃいいからみたいなもうそういうのやってるからねもうね。トラビスとかめっちゃ打ち方とかおもろいですもんそうなんだまあでもねうまいとは思うんですけど。そうねそうねなるほどね確かに確かに、はい、そうね。もうめちゃくちゃ変わるかもしれない。そうですね。見たことないんだけど見てみたいなって思うけどね、はい、ラッパーとか日本のラッパーのそうなんとかなんかやったら面白そうじゃない。そうですね。ラッパーのセレブリティマッチとか。そうですね。セレブリティマッチ、ね、セレブリティマッチ日本でやったら面白そうじゃない。そうですね。B リーグ盛り上がりたいね。俺もなんか話聞くけどやっぱ見に行こうっていうなんかモチベーションにあんまなんないかもしれない。いや一回行ってみたら結構おもろいですね。ねえちょっと俺行こうかなって思って出始めてきた。札幌にあるんだよチーム。あ、ほんますか。レバンガっていう。そうですよね。そう、レバンガ札幌。はいはい、頑張れなんだって。あ、そうそう。ガッダサーみたいな。札幌のなんか名産品みたいなんじゃない。もう頑張れなの。もう日本全国当てはまるやつ。レバンガ。あ、そうなんですね。そこなんだみたいな。おもろいけどね。おもろいけど、そうそっちなんだみたいな。逆にいい逆にいいよね。なんか札幌のなんかそのチームのこのエンタメ性みたいな、日ハムとかもなんかエンタメ枠みたいになってるやん。ね、なんかそうビッグボスとか言って、札幌そっち売るんだみたいな。思うけど、そうそう俺 B リーグかなるほどね。ちょっと見たいな。いやおもろいっす。あれも一部二部あんの。あるですね。B1、B2、B3 もあるんですかね。B3 もあるんだ。多分あったと思うんですけど。はい、なるほどね。もうちょっと面白そうだな。はい、NBA とかは見るの ？NBA はそうです。ハイライトとかで見る。あとゲームで 2K とかやってるんで。あ、2K やるんだ。そうですね。それでちょっと覚えるみたいな感じです、ね。覚えるみたいな、はい。なるほどね。2K ね、結構やっぱみんなやってるよね。あ、ほんまですか。気がする。なんとなくストーリーで見るな、みたいな。おもろいっすよね。はいはいはい。なんかやったことないのさ、俺。あ、ほんとですか。めっちゃやりたいんだよね、でもね。おもろいっすよ。だよね。はい、バスケ好きやった時に面白い人だって。おもろいっすね。はい、そうだよね。はい、NBA は応援してるチームとかあるわけじゃないの？そんなないっすかね。まあでもなんか、色的にニックスとかですかね。僕は青とかオレンジとか好きなんで。はいはいはい、はい。で、まあニューヨークも、まあ一応、行ったことあるんで、それでまあニックスとかかなって感じです。まあでも全体的に見てるっすけど、ね、見て、はい、もうとりあえずなんか情報を特に常に知っとくみたいな。そうです。まあたまに気が向いたらみたいな感じですね。なるほどね。追ってるとかないですね。あ、そっかそっか。まああれだもんね。全般的に。そうですそうです。にわかで全般的に。浅く広くみたいな。楽しんでみたいな。まあそこが一番重要だから。楽しむところがどっちにしろエンタメ。俺だって WBC 以外見ねえもん。賞味。WBC は見るみたいな。そうなんです。それはさすがにみたいな。それでもよくないみたいなね。そう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 。大事なそれやっぱ層があるんでね。そうだよね。最初取り込んで最初に行って。確かに確かに。日ハムの試合とかね結構家族好きだから。あ、本当ですか。すげえ。地元に球団あるのいいっすね。そう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 。愛媛ない？愛媛は、まあ、独立リーグなんで、NPB ではないっす。12球団ではないっす、ね。ああ、そうなんだ。はい、なるほどね。はい、そっかそっかそっか。地元にない。そうだよね。バスケあるですね。B2 なチームが。あ、そうなんだ。はい、やば。一回行ったですね。それは、やっぱ、体育館ちっちゃいじゃないですか、B2 とかになると。そうなんだ。で、逆に近いからおもろいっすね。ああ、そういうことね。もうでけえみたいな。はいはいはい。みたいな。うわ、こいつハードワークしとんなみたいな。こいつ応援してみたいな。お前のリバウンドだよみたいな。わかるよわかるよ。お前足膝悪いんだろってつって。昔はめちゃくちゃスコアラーだったけど、多分今はもうチームのために頑張ってんだろうみたいな。そういう選手見つけて。おもろいですよ、コートサイドで見れる。なるほどね。コートサイドで見れるの熱いね。なるほどね。面白いっすね。面白いね。ということで、なんかあっという間にね、1時間とか経っちゃったっすけど。はい。ありがとうございます。いや、こちらこそめっちゃ楽しかった。めちゃくちゃやっぱ、話聞くんうまいっすね。あ、そうだ。すごいっすわ、ほんとに。コミュニケーションできないから、いや、すごいな、思って。マジで。いや、ありがとうございます。いや、ほんとありがとうございます。それしかできないんで。いやいやいや。そうですよ。で、これから、まあ今 YouTube 結構頑張ってると思うんだけど、そうですね、なんか YouTube やってたら目標とかあったりするんですか？そうですね。まあ、もう本当一個一個動画作るだけなんですけど、うんうん、まあでも一個やっぱ銀の盾は欲しいと思う。あ、そうだよね。一個なんか持っときたいですね。やっぱ数字あったら頑張れると思うんで、一個のモチベーションになると思うんで、まあそれですね。はいはい、ちょっと突き抜けたいですね。銀の盾持ってもらって。ね、はい。10万人。そうですね。銀の盾。はい。あれ、ゴールドの盾が50万人なのかな？じゃあ50か100っすかね。100か。それは結構レベル高いよね。いや、銀の盾行きたいね。そうですね、1個ね。1個欲しいよね。はい、そうだね。ちょっとぜひね、多分ね、見てる方も、多分ね、これ見てくれてる人で、はい、ラッピージェイクのチャンネル見てる人も多いと思うんだけど、見てても、チャンネル登録してない人、チャンネル登録してくださいということですね。お願いします。結構さ、はい、チャンネル登録見てくれてもしてない人多いよね。多いっすよ。あれ、なんなんだろうね。8割、9割ぐらい。そうだよね。いや、僕らからすると、もう、1個やからもうワンタップワンタップワンタップですけど、やっぱりね、それがなかなかね、そう、なかなかね、そうだよね。ちなみにこれからなんか YouTube の動画作り以外でやりたいこととか特に今はもう？そうですね、まあ今んとこやっぱコミュニティと YouTube2 つ、あんま多すぎても無理になっちゃう、無理になっちゃうもんね。1個集中してるっすね。コミュニティの目標とかあったりするの？コミュニティどうですかね。今んとこ40人以上の方入ってくださってるんですけど、もっとやっぱ増やしていって、もっと活性化して、まあさ、やっぱ僕がいなくてもやっぱその交流できるコミュニティが理想やと思うんで、まあそのために僕がね、制度を整えたりとかってあると思うんですけど、まあで本当楽しめる場所がそこあったらいいなとは思うんで、それ活性化していきたいですね。なるほどね。コミュニティを作っていくっていう、そこも含めて2つでやっていきたいということですね。なるほど。ってことで、ありがとうございました。ありがとうございます。これからもね、ガンガン多分動画とかも出ると思うんでね、ぜひぜひ、まあインスタグラム、まあ YouTube がメインだと思うんですけど、まあ TikTok とかもね、たまに出してるんですけど、なんでぜひぜひ皆さん登録していただいてね、これからもすごい面白いねコンテンツ、やっぱヒップホップ知りたい人は絶対におすすめのチャンネル、 US とかね、海外のことも特にすごいいろいろ知れると思うんで、ぜひぜひ皆さんフォローしていただきたいと思います。はい、ということで、また次回のエピソードでお会いしましょう。ピース。あざます。